ありがとうございました。そして台湾ウィーク8月10日から始まっていっぱいありがとうございました。遠征 しに来て会いに来てくれたり、帰省してたけど帰省から帰ってきて会いに来てくれたり、なんか関東に用事があるついでにカレー屋に会いに来てくれたり、全部会いに来てくれた方もいたり、すごいいろいろ嬉しかったです。最高でした、寂しかった、やった、そう思ってくれててる、にゃちかわいい、ありがとう。もうね、速攻お風呂入った今日。いつもお風呂入るの早くて偉いよね、好きよかったよかった、バレてる、私がお風呂入るの早いの。え、だってさ、なんかさ、あの、いや、そら可愛い顔で配信したいよ、メイクした状態でね、可愛い顔で配信したい気持ちは山々しい、可愛い方が、あ、この子可愛いと思って初見さんで覗きに来た人とか気になってくれるかなともちろん思ってるんだけどさ、あの汗、あんなさ2個もライブしてさ、滝汗かいてさ帰ってきてさ、私家の中に座りたくないんですよね。それはもちろん衣装だから私服にはそんな汗かいてないけど、なんかでも嫌なんだよだから、あのマジこの台湾ウィークは、台湾に来てくれた人はちょっと結構メイク顔見れてるけど、さあ配信は私も綺麗な状態で嫌だわ。そう、なんかちょっと考えたのは、首から下だけお風呂入ろうかなとか思ったんですけど、そしたらお顔残るじゃん、メイクね。だけど入ってたよ、綺麗、お風呂入らない、そうだよ、すごい、ひなちゃんよく見てる、よく知ってる、私のことすごい。そうだからもう洗濯もしてるし、洗濯も干してるし、スキンケアとかもやってるし、もう最高。今まではわりかし顔面優先してたけど、なんか、まあ、汗の話もあるけど、前髪のケープもちょっと関係あるんですよね。完璧、前髪のケープ、しかも今日は2回しとかだったから1回ケープしてさ、まあ、多少は最近あんま崩れなくなったんですけど、まあ、多少は崩れるじゃん。で、特典会前にもう1回ケープして、で1回し目のライブと特典会のケープが終わるでしょ。で移動して今日は髪型も変更したので、髪型も変更してもう1回こことか巻き直したり、触覚とかで、もう1回ケープすんじゃん本番前に、バーって、でまたさ、あ、直前回までケープするじゃんだからさ、なんか別になんか全然気持ち悪くもないし、ベタベタ感もないんですけど、え、潔癖なのかな、もしかして。潔癖じゃないと思ってんだけど、潔癖、汚くはないか別に、あの潔癖の子でもそんなん気にしないもんね。 なんでなんだろう、ケープが苦手、なんて言うんだろう、ケープがおでこについてるじゃん、なんかそれが、なんかよくメンバーとかがケープのせいでおでこにニキビできたとか言ってるのを聞くんですね。で、あんまできないんですけど、なんかそういうのをよくメンバーとかで聞くの。しかもこういう対バンウィークの時とか、毎日朝から夜までメイクして汗もかいて、ケープもさ何回もやり直すじゃん。そう、それもあってか、なんかすごいおでこにね、なんかケープのとこニキビできるっていうから、なんかそれも聞いて、なんかできないんですけど嫌じゃんなんかほかにだってさ、このおでこについてるんだよ、そのなんかあれが、 それも予防したくて、ま、なんかできたことはないけど、人間そういうものなんだと思ったらちょっと落としたくなっちゃってね、いろんな理由でね。はい、だからショールームは、あの、どんな状態でも可愛いよ、優しいね。
まあまったりまったりすっぴん見に来てください。ステージですっぴんなことは100億パーなのでそうするとやばい、私の配信正直すぎるこれ。アイドルだったらなんて答えたらいい。今日は早めに寝たいので、はい、今日は早めに寝たいので、皆さん、大好きな皆さんとお話しする前に、本当はもっともっと早く喋りたかったんだけど、寝る準備優先しちゃった、ごめんねってへとかかなしんどい、なんて言えばいいんだろうね。リオちゃんとかは絶対言わないよね忘れねやねダブルフェイス取り損ねた、取らなくていいよ、すっぴんの時スクショ NG ルームなんで。そうあ、え、いいね、アイドル、アイドルじゃん。いい、そのコメント、みんなと夢で会えるかなと思ってお風呂入って夢で会う準備してたよとか、どうかなやばい、お腹痛い、っていうか胸が苦しい、ちょっと痛いな、自分の胸が。いいねのギフト今なりさま花火のやつありがとう、ひなちゃんお疲れのギフトありがとう、あつのりかわいいのギフトありがとう、ともかちゃんやっほんだからもう無理無理、このなんか アイドルモードの理由考えるのは終わったけど、するとね、時間も気にせずみんなと喋れるの、結構これガチ、これ結構ガチです。なんかお風呂に入ってなくて、汗かいてなかったらいいんですけど、2個もライブしてさ、しかも30分とかのライブね、 2個してさ、ずっとこうバーってしてるとさ、まあ、その汗問題とかそのケープとかの問題もあるけど、あ、なんかお風呂入らなきゃと思って時間気にしながら配信するんですね。あのこの後お風呂入らないといけないから何時の配信終わらないとか、そういう問題はガチである。だからあのマジでね、もう眠くなったぐらいの配信終わろうかなみたいな感じ。本当にやること全部終わった、歯磨きまで終わった今寝落ちしても大丈夫なぐらい万全です。明日のアラームもかけた、グッド。そう、なんか心が広いよ。久しぶりのライブ楽しかった、え、ありがとう。超半年弱、半年行かないぐらいです、 4.5。 嬉しい、ありがとう、会いに来てくれて。ツアーファイナルぶりの方とかもいたし、それこそツアーファイナルもう来れてなくてさ、今年度初みたいな方もいたし、いろいろ嬉しい、会いに来てくれて。なんかさ、忘れられてなかったんだなって思うの本当に。え、今言い方ミスったか、うん、ちょっと分かんないんだけど、めっちゃ嬉しいの。ほぼほぼすっぴんっていうか、すっぴんだよ、もう何もしてない。そう、嬉しい嬉しい嬉しい。あの方どこ行っちゃったかなとか思うのよね。だから嬉しい、あのよろしく、みんな仲良くしてね、嬉しいんだ。そう、クシハート可愛すぎた今日も、何が得し来てくれて。台湾ウィーク&リマーシー終わりなのに元気なひながさすがだわ、にゃんにゃん、キャットキャット。アイドルよかったの、ひなたちゃんの好き美女すぎて嬉しい。え、マジ、え、そうそう、今日ねアイドルでよかったの、あの YouTube ダンパ法公開されました、イエーイ。え、美女好き、嬉しい、マジ。あれさ、ストレートだってか、ほとんどの人がストレートなんですけど、あのアイドルでよかった。みはるんとかツインテールだけど、ツインテールでももう巻きとか編み込みなしの、なんかほんとシンプルストレートツインみたいな。あれじゃね、福田ひなた的にはね、そわそわしてるんですよ、あの髪なんか。うわー、ストレートおろしかと思って嬉しい。そう言ってくれて、美人よかった嬉しい、見てくれてありがとう。早速嬉しい、みんなね真っ白のワンピース、でも一人一人8人とも
単位違うんですけど、みんなわけわからんくならんようにちゃんと同じような髪型とかだけど推しメンこう追ってね。あれはあの昨日のイベントで初めて行ってたくさんライブ中もたくさん目合わせてくれて特典会もねくれて、えありがとうね、嬉しい、 TikTok も嬉しい、見てくれてコメントありがとう、嬉しい、ファイツたけしさん可愛いねゲストありがとう、可愛い可愛い可愛い、ゆりが写真ポストできないから、うん、やさ、さそんな愛とか言ってくれるたけぴーが愛、愛、大丈夫かな本当に、帰れてよかった。私もさ普段さ財布持ち歩かない人なんですよ全然、だからねよかったと思う財布、あのねハートありがとう、踊ることが好きで歌うことを好きでひなが歌うのがいい、本当そこはね本当にずっと初期からの歌あり、このアイドルでよかったはもともともう MV もすでに出てたんですよ、2年前とか1年半前とかに出てて、カレーナイボリが1周年迎える1周年ライブの時にハニーワックスさんが書いてくださった1周年曲なんですけど、それでもう一旦その MV とかも出て終わってたんですけど、今回モナさんがアルバムでカレンナイボリーのアイドルでよかったをカバーしてくださってて、モナさんバージョンもね先日もう本当につい先日公開されたんですけど、いつもは私たちがモナさんの楽曲をカバーさせてもらってるんですよ、アイドル宣言とかファンサとか人生は最高の暇つぶしとかいっぱいあるんですけど、初めてカレーアイの曲をカバーしてくださってて、まあ、それに合わせてっていうとあれだけど、まあ ね、それと同時期にね一緒の盛り上がってる感じのこの時期に、8人バージョンのね今のカレーアイのアイドルでよかったもう撮影していただいて、前は MV だ、まあ、MV でダンスシーンもあったんですけど、今回はもう全部オールダンスのダンスパフォーマンスビデオで載せていただいて撮影させていただけてすごい嬉しいです。まさか同じ曲をさこんな1年2年経った後にまたこうやってやれることとかないなって思ってたから、みんなで両手振りこう振りちょっと思い出してそうやって明日は覚えてて嬉しい、ありがとう。 TikTok コメント気づいたよ、ありがとう。 TikTok のコメント結構ガチめに見てる、コメント見てますとか言ってどうせ見てないだろうとか思ってる、そこも見てるからね、みんな誰々が再投稿しましたとかも見てる、 TikTok 嬉しくて、白い妖精とリンクしてタイム確かに、ですごい嬉しいですね。しかもそう、え聞いて、ちょっとこれツイッターで文字で書くのはわざわざあれだなと思ってあれなんですけど、今この歌うことが踊ることが好きで歌うことが好きでの歌詞をひなが歌ってるのが好きみたいに言ってくれたからちょうどタイミングよく言うんですけど、そこの歌割り MV とさちょっと私声っていうか違うんですよ、気づいた人いる、ね、気づかないか、同じ福田が歌ってるし、実は再レコーディングしてて私のあそこのそのままその後も歌わさせていただいてるのもあって、だから踊ることが好きで歌うことも好きでのとこすごくない、変わってんだよ、そうだからすでに出てる世に出てるサブスクとかと、あ MV のもなんですけど、そこもねまあさすがハニーワックスさんっていうか、そうもう変わってるの、そこ私の多分まあ気づいた人はいないので、ちょっと私もあれなんだけど聞いてきて、2個聞き比べて、まあでも同じ声変わりとかしてないので男性みたいに同じ声ではあるんですけど、まあでも本当初期の1年目の
歌い方、発声方法とかは変わってると思うから、なんか使い方みたいな若干そう違うんだけど、そうでも踊ることが好きで歌うことが好きでの歌割り表、最初一番最初ね、一瞬で見た時って本当キュンギュッてした、胸が羽生さんと見てくれてんなと思って、サブスクと違うなと思ったけど、編集かなんか違うよ、羽生さんがそんなことするわけないじゃん、そんな編集かなんかで変えるみたいな、違うよ違うよ、そう、ボイス is so nice、 Thank you Thank you very much、 喉乾いた、あいよか、みんないっぱい見てね、見てください、推しメンの好きポイント8人それぞれの、誰々ちゃんのここ好きみたいなを見つけてください、あいよかだけ歌おう、あとはもうゆったりまったり眠くなるトークって感じ、このあいよかがね公開されたからちょっとあやかだけ歌って、あとはみんなももう明日からお盆休み明けで仕事の方もいるかもしれないので、はい、寝ましょう、聞いたことある曲だったけど、だからそうだよ、聞いたことある曲、さすが正解、あの1周年の時に初披露した曲で、もう2年ぐらいやってる曲なんですけど、MV は出てたけどダンスビデオがね今出たって感じですね、あれ上がらん、上がりません、スマホが高さが上がらないとイヤホンは刺さらないんですけれども、下に空間がないと、歌うことが歌うと踊る手話、じゃあ今の話も踏まえて、でもちょうどいいじゃんこれ、目が覚めるソングではないから、ね、眠い夜の時間にちょうど良さそう、みんなは私が歌うのと同時になんか再生してください、アイドルでよかったの MV か今日のダンパフォ、前髪が扇風機つけててさ、もちろんケープもしてないから飛ばされてる、動いちゃう、ちょっと櫛が大きい、ハタリカタン、次の曲の前に MC 挟みます、今日は僕に会いに来てくれてありがとう、この時間だけでも嫌なことは忘れて心軽くなれば僕は嬉しいです、同級生ってこと、こんにちは、あ、417来てたでしょライブ 見たよ、踊ることが好きで歌うことも好きで褒めてもらうたびに少し調子乗って、それでも愛されて愛してくださって、今ここで歌えて僕は幸せです、後ろペンだった、本当ありがとう、
さん、ステラボールの方、一回し目瀬戸里に入ってたんですよ。珍しく君の前に立つと笑顔になるんだよ。さっきまでの緊張まるで嘘みたいだ。ほんと楽しすぎて終わらないでほしい。同じ気持ちなれば僕は嬉しいです。ここ、ナナさんと揺れてる。次のライブ連番とかしたり、そんなことばかりを妄想しちゃいます。焼いたり拗ねたり、めんどくさいな僕ってやつは。一人じゃ生きれないから、君が寄り添ってよ。描く良かったでした。これの曲ね、ダンスパフォーマンスビデオが今日出たので見てください。よかった。コメントとかもよか見てます、 YouTube の。 ありがとうギフト、ありがとう。ティケチー、チー。これマジでさ、いいよね。モンドアニマックスさんってすごい。なんかさ、こういう曲ってさ、アイドルになさそうじゃん。アイドルのさ、やっぱ盛り上がるソングとか、ウェイウェイ系ソングとか、なんかなんていうの、青春ソングとか、なんかさ、新ジャンルだよね。本当にマジでいい歌詞、歌詞良すぎ、ガチで。チームメイトとはまた違う良さね。さすがにいい歌すぎだよね。まあ、いっか。そう、ギフトくれた方、高橋さん、 TKG、 ゴンゴン、ソノ、ニャッチ、スー君、かっちゃん、掃除セカンド、ゴンゴン、タカ、ミラボン、ありがとう。タカキラキラってしてくれてありがとう。ともやん、ぐんぐんぐんし、掃除セカンド、ノーネーム、かっちゃん、よしお、ぐんぐんぐんし、くぼずん、ありがとうございます。あ、落とした。なおと、あつのり、こうじ、マーボーミュン、たかしさかな、ありがとうございます。猫の奴隷、ちょっと前にバラ、ありがとう。会場の雰囲気が一気にガラッと変わった。うん、びっくりするよね、台湾でこれ来たら。他の知らない方たちは、え、なんどうしたって。ありがとう。なんか全然入れたみたいでよかった。そう、 MC みたいな形なのも新鮮。え、そう、このさ、長い MC 終わりますじゃん、最後全部 MC みたいな。え、でもさ、本当にさ、もうさ、まあ、もちろんだけど、1番も2番もさ、サビも全部歌詞良すぎて本当にさ、苦しくなるよね。
だからどこの歌詞が好きですかって結構厳しいかも。あの君の前に立つと笑顔になるんだよ、さっきまでの緊張まるで嘘みたいだも好きだし、本当楽しすぎて終わらないでほしいもいつも思ってるし、あの同じ気持ちならば嬉しいなともいつも思ってるし、踊ることが好きで歌うことが好きでもいつも思ってるし、あの顔なじみの君と初めてのあなたが仲良くなるとかもカレー現場であるからもうキュンだし、あのサビのね、そうあの声が出なくても音がなくなってもみたいな、そうもう好きだし、あの本当に全部好き。結構切り取れないかも。めっちゃいい歌詞だよね。ずっと一緒。いい。全部。全部全部全部です。ああ違うよ、こっちこっち、私がコメント欄みたい、プロフィール欄いっちゃった自分の。スー君ハートとかキラキラ、ソロン結婚してん、結婚しちゃう、結婚一列になったらそこを白ペンにします。カレンのアイボリーさんの魅力がたくさん詰まった曲で感動します。え嬉しい、この曲持ってるのカレンの強み、嬉しい。25分ライブでやると思わなかったのに聴けてる。えーね、確かに、うん、いいよね、わかる。ビューティフォー見に来た、えビューティフォー今旬だよ、マイコ今最新曲で公開されたばっかだから今 90%95% の確率で悟りに入ってる。昨日のジャンプ禁止の会場で一昨日で唯一入ってなかったけど、それ1回以外は多分10回ぐらい披露してるけど全部入ってるから、マジ2回しの日、今日2回しだったけど2回しとも入ったから、2回しでさ同じ曲が被るなんてマジないんですよ。でもビューティフォーだけは2回しでも2回やった。今かもまあ別に今後もあのやっていくとは思うけど楽しいよ。24日のチケット買ったよ、え嬉しい、ありがとう。今年最後の外ライブかな、東武動物公園。そう東武動物公園ね、花火綺麗だった。その一時期の遠距離、えそう遠距離もツアー中マジで毎回やってた。特にツアーファイナル前5月6月1ヶ月とか全部やってたんじゃないかな。遠距離一生やってた。今もね遠距離やってるけど、そうそう前、そうそうツアー前の遠距離的表題曲だったからね。キラーチェーン、なんかさビティフォーサビ以外は結構落ち着いてるっていうか、まあ愛よかみたいな感じじゃん、そのニコニコって感じじゃなくてそんな笑う系の曲じゃないっていうか、あの誇り高きアイドルでよかったみたいな感じだけど、サビがすごいよね、ギャップがマジ白スニのやれんのか並みにこう急にふわーっての楽しいよね。ビューティフォーなら何回でも聴ける。飛ぶ高さはだんだん低くなるかもだけど疲れてきてね、確かにね、めっちゃ飛ぶから、なんか超絶可愛いとかもこちら側は飛んでるんですけど、全部サビ一生飛んでるの。君の大好きな人は超絶可愛い、彼は一生こうずっとねブン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 してるから結構地味にあれハードなんですけれども、あと僕らとかも最高ので飛んでたりするけど、ファンの方は飛ばないじゃないですか、手はやってくれるけど、ファンの方も一緒に飛ぶのはわりかしね初ぐらいな感じだから楽しいよね。そう緑衣装、そうトントントン
くつかめれば羽が生える。なんでそんなに可愛いんですか。優しい、ありがとう。あのありがとう。ちょっとすっぴんだから今うおーって感じだから出たくだからあの今は可愛いを作れてなくて点下げなんだけど、そう言ってくれて嬉しい。そうビューティフルビューティフルジャンプビューティフルフォフォフォ。え半袖がない。そんなこともある。ない。ないか。半袖がない。大変。半端がない。場所がないってこと？人がいっぱい入ってたらってこと？狭かったらってことね。確かに。それはあるかも。知らない。高まる感じ。ふおーって。ビューティフォー。ユーラーセット、Here we go からがさ、こういう感じだった。ふうふうふう。サビ。最初のフォーメーション、え、あれ最初の白鳥、何これ、鳥のフォーメーション見ただけで分ける、え、鳥なのあれ。全然そういう後ろは開けなかったけど、え、そうなの。あの私と七瀬が歌う翼のとこあるじゃん、努力という名の翼、あそこは後ろ重なってる3人ぐらいが私と七瀬がいて左右に翼を出してくれてるの。あとレミの妖精のとこに、そうレミの妖精のとこと私と七瀬の翼で一瞬センター割りするとこの2か所はあれじゃん。いい、そうなの、勝手にそう思ってた。え、でも見えるならそうなのかな。そう、なんか鳥の手とは言われなかったけど、まあ、確かにそうかも。こうやってこうやってしてるから鳥がいっぱい、天使白鳥がいっぱい。このタイミング、あ、フォローありがとうございます。みんなこのタイミングでの愛用家のダンパーフィーセ、既存曲の素晴らしさみんなにしてほしいね。既存曲いっぱい、両曲がたくさんありますので、春キラキラ星ありがとう。今回もねホールで撮影でした。 MV のダンスシーンもホールで撮ってるんだ。誰もいないホールって、サブスクの写真ね、わかんない。そう、ビューティフォーのサビのターンキラキラなのも好き、真似できん。じゃあ今度一緒に練習する、カレー愛8人とシュンシュン。でもあれさ、スケート靴履いてたら絶対できないよ、スケートでターンするなんて。よしよ、結婚して、結婚しよう。ねえ、みんなって明日から仕事なの？明日月曜日じゃん、お盆休み。お盆が金曜日で終わって、この土日は普通の土日でしょ？ってことはまあ土日もつなげてお盆としたら、お盆休み、お盆休、お盆週間としたらさ、みんな仕事ってわけ？もしかして仕事です、
そうです、触れないでください思い出させないで。仕事できる気しない。そうだよね。久しぶりにカラオケライブ見に行きました。小友さんありがとう、楽しかった。ありがとう。どっちだろう、品川かな渋谷かな。今日2回あったね。その通り。みんなかわいそう、頑張って応援してる。なんかさ、応援してるわ。うん、なんか寂しい。じゃあもうちょっとで配信終わるね。みんなが久しぶりのお仕事とかでさ、頑張るぞってなるには睡眠も大事。あと福田ひなたのまあね、楽しかったなっていう思い出も大事だと思うので。ステラはステラボールの、あ、ありがとう。めっちゃ早い時間でやったやつよね、昼の。ありがとう、来てくれて嬉しい。見てくれてもみちゃんハート。そう、長い時間現実逃避、ごめんごめん、なしなし。今の話、仕事で友人なので平日も対面。なんかさ、でもちょっとだけみんなからしたら意味のわかんない話させてほしい一瞬。なんか私たちは今対バンウィークが終わって、ライブが終わったって感じ、終わっちゃって、終わっちゃったって感じなん、変な感じだね。で、明日ライブないって感じなの。なんかそう思うとさ、逆だね、私たちって。やっぱり逆だ、逆だ。それはちょっと寂しいなと思って。逆なんだよ、寂しい。でも一緒にやってたら一生会えないもんね。逆だから会える、休みの日に。今日のことを思い出して仕事頑張る。めっちゃいい、このアイドルでよかったの。今公開された歌詞と合ってる。今日のことを思い出して仕事頑張るわ。大抵変更、そうそう、あのさ、2回し目と被っちゃってて大抵変更で早くなってたのに。そうそう、ありがとう、来てくれて嬉しい。私の誕生祭がね、今カレー屋で決まってる唯一の今後の単独なので、9月22日よかったら来てね。あんま曲知らなくても楽しめると思います。30日のオンラインお話会モチベに頑張るだって。そう、ずっと逆ラテ連呼してた。そうそうそう、言ってなかったね配信で。あれだわ、お話会、オンラインお話会決まりました。イエイ。8月30日の夜ですね、7時15分とかからかな。1時間、1枠1時間で3部あります。そう、花金金曜日3部あって、各枠1人2枠まで予約できます。明日の夜8時申し込み開始、先着 LINE 公式ラカレンナーブル公式 LINE にてお待ちしてます。浴衣着たいなと思ってて、ちょっと着れるか今確認中って感じなんですけど、着たいなと思って。そう、ドゥ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 、ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーミッキーマウス、ヘイヘイヘイ、ミッキーマウス、ホンホンホン、浴衣じゃんか、おいありがとう、嬉しい、買ってくれるのね、お話し会ありがとうね。そう、今確認取ってるとこ、浴衣着たいと思って。浴衣じゃなくても福田ひなたと話したいって、真顔で言ういいから言っときな。福田ひなたちゃんと喋ろうって。どうかな、どうかな、ゆっくり喋れるのでお顔見て待ってます。来月月に1回ぐらいだいたい会ってお話し会。あ、レインボースターありがとうございます。トシンさんありがとう。真顔できた、福田ひなただ。そうでしょ、月に1回会って、まあその月の何日になるかとか分かんない。8月は30日でした。もし9月が9月14日より後にオンラインお話し会あったら、
私の今の年齢で女テレビ電話できるのは8月30日が最後なので、みんな今の福田に言いたいことあったら会いに来てね。お話し会待ってます。せっかくならとびきり可愛いふくらひなちゃんとお話ししたいじゃないですか。そうだよね、だよね。そう、今年浴衣イベントもなかったしなーと思って、そうそう、ちょっと確認だ。着付けがさできないから自分で、それで確認だ。そう、ずっと22、ずっとにゃんにゃんでいいけど、でもまあ18がいいかな、正直言うと。にゃんにゃんもう本当は自分的にはダメなんだけど、まあ、猫が好きだからまあ切り替えみたいな感じ。19とかどうかな。そうだよ。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキーマウス、ミッキーマウス。ヘイヘイヘイ。そう、オーディション終わった今日。なんかこの対バンウィークの間にも10人はいないけど結構何人かの子が来てくれました。オーディション受けてますってことか、最終審査行きますってことか。すごいね、来てくれ、ライブに来てくれただけでも嬉しいのに特典会まで来てくれて。そう、3枠あって時間帯も広いから。そう、初めましての方も待ってますね、お話し会。うん、って感じで終わろう。みんな、みんなが明日ちゃんと頑張れますようにって願ってるね。願ってます、願ってる。ゾウパオンパオン、ゾウさん、えらい、みんな。とても。電気消したら眠くなるかな。眠くなるまで配信って言ったけど、まあ正直まだ目が生きてる。ゆっくり休んでね、連日。そうね、そう、楽しかったとはいえ多分連日いっぱいライブで歌って踊って、あのいっぱいワーワーしたので、そうだね、確かに休もう。ありがとうね、会いに来てくれて。寝る寝る、クイーン休んでってしようかな、しようと思う。福姫の幸せはいつも願ってます。ありがとう、七夕みたいに祈ってくれた、ありがとうございます。いやでもすごいな、本当にいろんな方に会えた。頑張ります。だってもう見せちゃう、真っ暗にして寝るのおすすめ。いつも真っ暗だよ、なんで手あげちゃう。やばい、突っ込んじゃった自分で。最悪、最悪じゃない、真っ暗だよ私いつも。真っ暗派、真っ暗にして、しかも真っ暗でも私はここに布がない、布をかぶせないと寝れない。まあ、だからあの友達とホテル泊まるときとかシェアハウスとか、なんかさ、たまになんかちょっと上夜灯をつけたい派の子とかいるじゃん。それも全然いいの。結局私どんだけ真夏でどんだけ暑くてもここだけは絶対ね、あの被るの。そうじゃないと寝れないの、多分ルーティン的なやつ。アイマスクじゃない、普通にその毛布っていうか掛け布団、夏だとその薄手のなんていうのこれ、掛け布団よりなんかもっとなんていうのこれ、夏っていうなんていうの、薄いやつ。そう、
だから、うん、消す派だけど別に。ホテルとかでつけたい派の子がいたら全然、どうせ私の視界は暗くなるから大丈夫。息よく言われる友達とお泊まりした時言われてたよくえみたいな、息できよそれとかめっちゃ聞かれた。けどそれは息できるよ、そんな布とか毛布でもさ息できるよ。冬とか私毛布の上に掛け布団とかあるじゃん。冬とかは毛布と掛け布団セットでかぶって寝てるよ。全然息できる。そうですわ。それが私です。はい、マスクして寝る。マスクはここじゃん、息苦しいっていうか、なんかここ別にここはまあいいや。こんな話をしても別にお互いがその姿を見ることはないしね。そうそうそう、マスクはなんか喉を潤すとかなんか乾燥がとかな気がする。でも寝てしまったらないよ。そら寝る瞬間はどんだけ暑くてもどんだけ寒い日でもどっちでもこうやって、もう寝てしまったらもうそらね、こう寝返りとかないし。みんなも教えて、今度オンラインお話し会とか特典会で、僕は絶対体がこっちじゃないと寝れませんとか、この抱き枕抱かないと寝れませんとか、羊を何匹数えないと寝れませんとか教えて、よろしく。そう、それじゃあランキング読みます。15位、あつのり。14位、417。13位、ゴンゴン。12位、コウジ。11位、ぬーこうじゃなくてめこう、え、めこう、めこう。10位、カメレオン。9位、すっくん。8位、やまびこ8号。88揃った。7位、掃除セカンド。6位、ぐんぐんぐんし。5位、にゃち。4位、マーボーミュン。3位、たかん、ありがとう。2位、たかしさん、ありがとう。そして1位はなるさまー、ありがとう。今日もいっぱい現地でも配信でも、そう、お疲れの、ありがとう。みんなもお疲れ、おやすみなさい、グッドナイト、バイバイ、ありがとうございました、またね。ちゃんと朝ごはんもりもり食べて出勤するんだよ。多分学生はまだ夏休みなんだよね。そうだから、みんなちゃんとエネルギー補給してから行ってくださいね。熱中症になるので朝ごはん食べてないと。バイバーイ。おやすみー。